ナイキ君、今日はね、まあ、あの同居人として、まあ、同居人じゃないけど、ね、僕をもっと知ってもらいたいなと思うんですよね、うん、まあ、皆さんにも。だからさ、ちょっと幼少期の頃の絵を紹介していこうかなと思います。ほー、ちょ、スケッチブックが見つかったんですよ、小学校ぐらいの。なので、ちょっとこの中見ると見ていこうよ。見に行こうよ。入る感じ、汚っ。痛いっすそれ。汚っ。ほらね、スナック菓子みたいにいっぱい落ちて、うわ、卵みたい、キモいね、キモい。まあこのクレヨンとさ、これ目がなんか、うん、鳥山明にそうだね、釣られてる感じ、鳥山、だからこのさ、目の下の線も鳥山明のまあ僕は鳥山明が好きだったんでね、まあ、このポップコーンみたいなやつね、やってね、ああもうデッサンみたいなやっちゃってますね、小学生から。これはクレヨンですかね、下手くそだな、うん、これ何、下は何これ、わかんない、いや、あ、ガラモンのなんかじゃない、カーペット的な、下手くそだなって言った、お前も遅えよ俺も言いたくないけど今言って、お前らの作り待ちだったんだ今でもなんか取っ手の立体感とか、そうだね、結構頑張ってるね。まあその当時はね、一生懸命どうした、いきなりどうした、どうした、これえラディッツですかね、ふざけたでしょこれ、いや、分からん、なんかあの10円ガムのさちょっとあれ感ない赤い10円ガムのあいつな、フィリックス、フィリックスみたいな、確かに下手くそすぎだろなんでなんだこれ、はい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 、あ、これはなんか多分これエスキースですね。何それ、エスキースっていうのは本番を書く前にちょっと下書きしてみようみたいなやつで、これはなんかコンクールに出す絵の下書きみたいなんで、これはなんかね選ばれたんだよ、なんか、雲になって空を飛ぶまで、そうそういう絵が選ばれたんだって、でもなんかこういうごちゃっとした絵は結構好きだ、この服なんかガウンみたいだよね、なんか安全バーみたいについてるじゃん、あ、そういうことか、雲に安全バーついてるわ、これはお正月っぽいっすね、ね、ネズミ、いや、ウサギだろ絶対いや、そうでもないだろ別に結構ネズミ感もあるだろ、ネズミ感ある、片耳しか長くないおなんか面白いね、ね、小学生の絵って感じだわ、汚い地球みたいな温暖化とかそういうなんかそれもウイルスみたいなのもあるし、ね、本当だ、なんか考えてるんだろうね、感性薄いくせにそういう壮大なメッセージ性を書こうとしてたんだ、そうなんだ、生意気だね、お前なんか強いな、小学生やからねこの怪物がいるところは綺麗っていうなんか皮肉みたいな、あー確かに深っ、深いわ、深い絵描くなお前、恐竜が出ましたね、あ、なんか恐竜好きそうじゃないやつが描いてる恐竜だな、確かにね、こいつとか雑すぎんなんか確かに雑だね、塗りが、まあでもこのスーパーサウルスみたいなのを主役にしたのはいいと思います、あ、ちゃんとスーパーサウルスっていう認識はあったんだ、いや、俺恐竜はね、あの好きに見えないかもしれないけど、うん、結構好きだあ、そうだったんだ言い出しづらいけど、まあ恐竜他にも描いてたもんね、そうだから、これじゃない恐竜はめっちゃうまかったんで、なんかでも無理やり描かされた感あるよね、でもある、なんかあんまね、うん、好きそうじゃないよね、愛がない、小さくなって乗る冒険、大きい人から逃げる、なんでここ飛ばした、ん、小さい人になってチョロ Q に乗る、チョロ Q に乗るだ全然違えじゃん、この時からもしかしたらあの低身長になんかあったかもしれないですね、大きい人から逃げるとか書いてあるからそんな小さくねえよ、小学生なってというか、いやなんてね、チョロ Q に乗れるだろうか、小学生の時結構身長でかい側だったじゃんお前、そうだ、だから小さくなることを見越してたね、小さくなったんだお前、そう小さ伸びなかったんじゃなくて小さくなったんだ、こっちもなんかあるな、すごいことするな、なんでこんなことする、待って、これしかもさっきのこれさ、うん、さっきのやつ、なんか違うか、これ何これ、違うか切れてるの、絵に愛がないですね、あれじゃね、次のページめくったらなんかわかんじゃない、いや、わかんなかった、わかんなかった、ちょっとめくったけど、普通に釣りしてる釣りしてるおっさんがいるんだ、釣りしてるおっさんだわ、この絵いいな、あ、でもちょっと魚影っぽくなってる、ほんとだこれさ、当時書いた気持ちって思い出せるの？これ全く覚えてないわ。マジで？いや、これは多分だから想像じゃない？多分。ああ、だからか、うん。山ってこんな形しないんだからね。そうね、山っていう認識。何住んでるみたいな。
どんなツンデレ山ガールの山ってこんな感じしてないからね、してないんだからね。おえこれないんだ、ないそれ。イヤーズアゴイヤーズアゴ、会期2024年から2月14日水曜日から、2月25日日曜日まで、時間は1時から7時半までやってます。ギャラリートークもあります。そして会場はこれね、あの東日本橋にありますね。これね、これあのイヤーザーゴーという展示で、あのイヤーザーゴーという企画展でですね、あの幼少期の頃の絵を今の画風で描き直そうっていう企画展に僕参加しております。面白いそれは。うわ、なんかメンバーにまで内緒でなんか告知入れてきやがったこいつ。すごいね、びっくりした今。メンバーに内緒はキモいし、あのなんか用意してんだったらもうちょいすんなり読む。本当だよ、これ何書いてるか全然わかんない。こちらの絵をですね、あの僕日本画を扱ってるんですけども、その日本画で描き直すっていう企画展をね、ほう、企画展に参加することになっておりますので、行ってやってもいいよって方は見に行ってやってくださいっていう。もう描いてんの？見に行くの誰かしたら写真送って。まあいいけども。え、行こっかな。まああのギャラリー TK2 さんっていうところで、はい、やるところなんで、やる感じですね。はいはい。でなんかその今回の企画展の、テーマは、なんか、私たちは、もうちゃん暗記してこいよ。宣伝するつもりだと。本当だよ。私たちは私たちの中にあの頃を見つけると。急に言われてもさ。見つけるということです。うん、まあ、どういうことは、まあ、言わない方がいい。いやいや、どういうことみたいな顔で見てる。じゃあまあまあそういうことよ。芸大生以外見んのかな、誰参加するのかちょっとよくわかんないですけど、美術系を昔から心出してきた人たちが今の絵をその昔の絵と同じテーマで描いたらどんな風になるのかっていう企画展なので、結構面白いですね。テーマ構図とかは一緒なの？いや、なんかあの構図も変えていい、あのね、テーマだけ汲み取ってそっから自分の絵に構築して、あの2枚飾るらしいんで、この絵も飾る。あ、まあな感じですね。まああの宣伝でした。びっくりした。いや、俺らにも騙された感じしやだね。なんかやだね。あと最後なんかあるし、何、なんかあった、なんかあった、な、何それ、これなんだろうね。宇宙だね、火星人的なことじゃない、うん、そうだね、雑魚ってない。ポニー